マニアックステーションマニステー、はい、始まりました。はい、ですね、前回ですね、私に、50の質問をやったと思うんですけれども、今回はメラミに50の質問をやっていきたいと思います。私が独自に考えたあんなことやこんなことを、メラミに聞いてみいきたいと思います。きっと面白くなると思います。それではどうぞ。名前はメラミ、年齢は27、血液型 A型、星座獅子座、身長バスウエスト163、バスト、なんとかなんとか。出身地は大阪。初恋はいつ？24、中2。初キスはいつ？高3。初エッチはいつ？高3。小さいのと大きいのどっちが好き？大きいの。えめぐりは働いてどのぐらいですか？もうすぐ2年です。東京の好きな場所は？国分寺。何フェチ？メガネ。好きな歌手？水木奈々。好きな芸人？ジャルジャル。好きな食べ物？ゴーヤ。休日の過ごし方？休日の過ごし方、寝る。コンプレックスある？ここ嫌いな人の特徴？何でも決めつける人。嫌いな食べ物？レーズン。好きな男性声優？宮野守。好きな女性声優？水木奈々。好きなアニメ？日暮らしの泣く頃に。よく見る YouTube？ キリンチャンネル。好きなタイは？タイ？騎乗位。何人と付き合った？3人ぐらい。やってみたいチャレンジはありますか？アテレコチャレンジ。将来の夢は？アニソンアーティスト。立ち？猫？猫。エッチの好きなシチュエーションは？薄暗い部屋で2人きりでイチャイチャ。気持ち悪い。愛とお金がどちら大切ですか？お金。浮気はしますか？しません。本当ですか？しません。どこからが浮気だと思いますか？いたしたら。何センチが好き？17。日曜命歴は？5年くらい。おすすめのお店はありますか？ポンポコ。好きなお酒？ワイン。なれるならどのアニメキャラになりたいですか？なれるなら立花響き。いつからオタク？中1。会いたい芸能人はいますか？水木奈々。得意な料理は？得意な料理、ゴーヤーチャンプル。これだけは負けないってことは？粘り強い。経験人数は何人ですか？経験人数会社。行ってみたい国は？スイス。日本だとどこに行ってみたい？愛媛県。毛深いのと薄い人どっちが好き？毛深い方。いつからゲイだと気づきましたか？生まれてから。ずっと。大阪のおすすめのお店はありますか？うちの近所にあるホルモン屋さん。水木さんのどこが好きですか？笑顔。2021年の抱負をお願いします。ダイエット頑張ります。以上です。はい、終わりました。頑張りました。めんどくさいです。あれやめてよ。可愛いと思ってる人もいるかもしれないから。そうですね、続けてください。やっぱり水木奈々が多かったですね。やっぱりなんか多分どれやっても水木奈々っていうかなと思ったけど、まあ水木奈々を封印してやればよかったですね。そうですね。そうね。まあ初エッチが、はい、高3。高3、はい、あれは私と一緒だ。17歳ぐらいだよね、多分一番元気だったんですよね、いろいろ。なるほどね。
何フェチだよね、メガネフェチだったね。メガネフェチ、メガネかけてる人は誰でもなんか浴場するみたいな。そう、若干その気はある。そう、だからコンプレックスね。そう、ここね、このここ黒いあの筋みたいのがあるね。ここね、へこんでるんですよ、この子。そう、なんかそう、だから今ちょっとあのライティングしててね、ここだけそう、皮膚がね、なんかめり込んでるみたいな感じ。そう、なんなんでしょう、ね、なんか頭蓋骨がそういう形多分もう母親がずっとショック母親ではなく高校の時にやられたかな友達に。なるほどね。まあ、気になさらず、はい、元気に生きてるので、元気に生きてます。はーい、わからないことが何個かあったな。あの、慣れるんだな、どのアニメキャラがわからなかったの。橘響、戦記絶唱シンフォニアというアニメの。あー、なるほど。橘響、また水崎なの。違う違う、響はあの声優さんは結城葵さんという方がやってらっしゃるので。なるほどね。そうそう、あの前向きになりたいな。あー、なるほどね。何人ぐらい付き合ってこれ作ってみたいでしょう。いや、3人ぐらい、3、4人ぐらいです。あ、そうよく見る YouTube は何だっけ。キリンチャンネル。キリンチャンネル、はい、なんか考察系 YouTuber キリンチャンネルっていうのがあって、あのしょうもないし面白いしもネタをよく言ってるので。ね、行ってみたい国がスイスっていうのがちょっとウケんだけど。なんかね、何なんか代々受け継がれてるんです、我が家で。そうスイス行きたい国はスイスというみたいなのが、だから僕もよくわかんないけど、とりあえずスイスに行きたいなっていう気持ちがあります。なるほどね。いつからゲイだと気づいたっていうのはあるね。生まれてからゲイだと生まれてから。そうね。そうですね。私も結構天然ゲイなんで、昨年の頃にはもう男の子の人に潜り込んでた記憶があります。なるほど。得意な料理は何ですか。ゴーヤーチャンプル。いやー、なるほど。得意かどうか分からない。なるほど。これこう面白いね、こういうのも。そうですね、あの普段こういうね質問をしないですよね。意外と優しかったでしょ、私。意外と優しかった、ね、本当に。そう、なんかあんまり全部ピーになったからさ、ねえ、何も何も伝わらないやつ、本当に。そんな感じで、ね、まあこの番組をね、あの見ていただいてたら、あのどんな人なのかなっていうのはなんとなくね、これからは分かっていくとは思うので、その参考になればいいなと思ってやってみました。はい、はい、私の50問の質問は前回のやつでやってるので、そちらもぜひ合わせてみてください。お願いします。はい、それでは今日も終わりたいと思います。さようならバイバイ。というわけで皆さん、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。メラミです。今回のミッションいかがだったでしょうか。ゆいさんからいろんな質問を受け丸裸にされちゃいましたさて、マニアックステーションマニステではゆいさんとメラミにやってほしいチャレンジを募集しております。 YouTube のコメント欄はもちろん、Twitter や Instagram などでも構いませんので、こんなことをやってほしいという要望がありましたら、ぜひコメントをいただけると、今後の動画の参考にさせていただきます。今回これやってるんですけど、よく見る YouTuber はキリンさんと答えたんですが、この後書きみたいなやつ、キリンさんみたいでなんだか嬉しいですね。はい、というわけで、動画への高評価、チャンネル登録、Twitter やインスタのフォローお待ちしております。それでは以上、メラミでございました。次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。